介護保険の改正がじわじわ進んでます。で前回は、素案と、介護保険部会の素案ですね、意見書を、国に出したら国がそれを踏まえて改正案を作って国会に出して国会議員が審議して、法律が通るということになります。で素案の段階での資料を見ていきますけれども、前回はまあ老健施設に関連する素案の部分を読みました。で今回はですね、私の話というのはマスコミであまり、触れられてないけども現場にとってはとても重要という部分をピックアップして話をしています。で今回はですね、予防給付が、特に通所と訪問の介護が市町村に移管するということがとても注目されていますけれども、これはですね、市町村が、この地域支援事業と、新しい介護予防とか日常生活支援の事業を、きちっとやってくださいと、そういう受け皿があって、初めて、予防給付が、市町村で、きちっと受け皿としてできるんですよということで、この介護予防について、じゃあ、国がですね、どういうふうに考えていってるかということで、新しくはないと思うんですけども、介護予防の考え方ということが出てます。で、介護予防の理念というところですけども、法律にも謳われてますようにですね、要介護状態等になることの予防、または状態等の軽減、もしくは悪化の防止を目的として行うということなんですけども、で生活機能というのが出てきます。生活機能というのは後から ICF の考え方で出てくるんですけども、この ICF の考え方というのがなかなか現場で普及しないと、あるいは ICF の考え方に基づいてじゃあ介護報酬までですねきちっと、決められたかというとそうでもないんじゃないかということの反省があるということですね。生活機能を低下して高齢者に対してリハビリテーションの理念を踏まえて心身機能活動参加、それぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であると。バランスよくというのがキーワードの一つですね。バランスが今まで悪かったという反省点が出てきます、後で。単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会の参加を促し、それによって一人一人の生きがいや自己実現のための取り組みを支援して、QOL の向上を目指すものであると。ICF について後で出てきますけども、ここが、理念であって、じゃあその理念が実際にどう行われているかという中に問題点があると。で介護予防の手法、これまで取られてきた介護予防の手法、が心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであったと。でいわゆるリハビリイコール機能回復訓練というのがですね、刷り込まれていると、まだ日本の国では。で介護予防の終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずしも十分ではなかったと。で、生活機能の改善維持のために、欠かせないというのが地域の中にですね、身近な地域の中に通いの場があるということが大事ですよと。それも多様な通いの場がを作っていくと、私どもで言うと真備の周辺、真備町内に作っていくということが大事だということですね。私どもは作っていくことを支援する立場にあると思います。それから介護予防の利用者の多くは機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また介護予防の提供者も活動や参加に焦点を当ててこなかったと。要するに機能訓練至上主義というのが蔓延している状態ですよと。まだねリハビリに対してですね、いわゆるリハビリ特化型のデーとかいうのが出てきましたけども、特化型といってもですね、機械をたくさん並べて、もうマンツーマンというかね、機能訓練して帰るという短時間の、リハビリ特化型、リハビリといってもそれは単なる機能回復訓練、機能訓練のに特化してるだけなんですよね。それがリハビリだというふうなのが、いまだに、進行としてありますので、それはちょっと違うよということを国が言ってきているというのは非常に私にとっては新しいなと思いましたね。で、これからの介護予防の考え方として機能回復訓練など高齢者本人へのアプローチだけでなく生活環境の調整や地域の中に生きがいや役割を持って生活できるような居場所出番作りなど
高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを含めたバランスの取れたアプローチが重要であると。今まではバランスが取れてなかったと。お金の方も機能回復訓練をするとですね、リハ専門職が、機能回復訓練をすると加算がつくけども、それ以外は無視されてきたと。で、地域においてリハビリテーション専門職等を生かした実支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても生きがい役割を持って生活できる地域の実現を目指すと。でもリハ専門職にとってもですね、自分は機能回復訓練のプロではあるけども、じゃあ地域づくりとか環境調整とかについて果たしてリハビリテーションをもう一度、地域リハビリテーションというのを組み立て直さないといけないという課題に直面していると思いますね。マンツーマンで機能回復訓練をするだけがリハ専門職の専門性ではないと思っております。特に高齢者の分野でですね。あと高齢者を生活支援のサービスの担い手と捉えると、要するに元気な高齢者を担い手の側に回ってください、支え手の側に回ってくださいというのが非常に国の最近これ出てきた方針ですね。支援を必要とした高齢者の多様な生活支援のニーズに応えるとともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予防にもつながると。要するにボランティアをやってくださいと、あるいはまあ優勝でもいいですけどね、そういう高齢者が会社を立てて、会社を打ち立ててですね、地域でそういう事業を始めるということでもいいですし、そういう生活支援の担い手になると、支え手になると。それとあと住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開して、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくり、地域の中に、きっかけはですね、機能回復訓練かもしれません。リハビリの会かもしれませんけどね、それはきっかけだけであって、目指す方向は人と人とのつながり、集団で役割を作っていく、それぞれに役割を作っていくというですね、そういう方向性がとても大事ということなんですね。で、このような介護予防を推進していくために、地域の事情をよく把握し、かつ地域づくりの中心である市町村がコーディネーターも作ってですね、でこういう全体的な事業を地域の中でコツコツとですね積み上げていくことが、2025年地域包括ケアにつながるんだというふうに国は言ってるんですけども、多分市町村によって理解は違うと思います。倉敷市がどういうふうに理解して、どういうふうに施策を推進していくかというのが見ものなんですけども、私ども倉敷市だけではなくって、周辺の矢掛町、総社、茨城とかね、いろんな市町村から、要望の方も来てますので、そういう市町村の今後の施策に注目しないといけないということだと思います。で ICF についてはですね、こういう図があります。 ICF ですね、これはまた介護福祉士は高校で習う、高校じゃないわ、学校で習うんかな、学生いなかった、この活動屋さん、心身機能の回復だけじゃなくてね、機能障害のアプローチだけで活動とか参加にアプローチすることと、もう一つは個人だけに注目するんじゃなくて、環境因子もきちっと働きかけないといけない、全体のバランスが大事ということと、それと、心身機能へのアプローチ、活動へのアプローチ、参加へのアプローチ、それぞれを、時間軸がありますので、特に、生活期に入ると活動や参加にアプローチすることによって結果的に心身機能も維持されるというふうなアプローチの仕方が本来の姿なんですよということを、高齢者のリハビリテーションのイメージとして言ってるわけですね。これはもうだいぶ前に、この高齢者リハビリテーション研究会の報告で、平成16年にも出てるんだけどもね、これがなかなか現場で、定着していないということを問題として、厚労省の頭のいい官僚の皆さんは言ってるということです。以上です。はい、動かないでしょうか。はい、